数日後の休日、そろそろ待ち合わせの時間だな。ティリア、ちゃんと来てくれるかな。まさかど。ま、ティリア、時間通りだな。まさかど、結構待ってた？額が汗でテカテカ。あ、平気だよ。てか、水着はちゃんと持ってきたよな。ええ、持ってきてるわ。よし、それじゃあ早く行こうぜ。意外と空いてるみたいだな。これなら思う存分泳げそうだ。どうした、ティリア？早く着替えに行こうぜ。場所変えたい。どうして？なんか気に入らないのか？このプール、臭い。塩素の匂いがプンプンする。言われてみればちょっときついような。あ、でもよくあることだって。いや、臭いの嫌い。ティリア、まさか泳げないのか？泳げるわ。ただ塩素臭いのが嫌なだけ。本当か？塩素臭いのが嫌だと言っておきながら、本当は泳げないのを隠すためだったりして。泳げる、スイスイよ。まさかどよりも早く泳げるわ。今から証明するわ。それじゃあお手並み拝見といこうか。嘘だろ、おい。ティリアのやつ、超泳ぐの早いぞ。しかもプールに入ってからというもの、ずっと休みなく泳ぎ続けてるし。泳ぎならティリアに教えてやれると思って楽しみにしてたのに。こうなったらやけだ。ティリア、俺と泳ぐの勝負しよう。まさかどう、ちゃんと準備運動を。足が。まさかど、やべえ、足がつかの。そんな、まさかこんな。未来を変えようと思ってたのに、プールで溺れ死ぬことになるなんて。こんなの間抜けすぎ。なんか口の中にやたらと空気が入ってきて、てかぬめっとした柔らかいものが口も押さえてるし、これってまさかど、まさかど、大丈夫？あれ、俺どうなって？何があったか覚えてない？何があって、まさか俺は溺れ無理しないで、大丈夫だから横になってて。でも、まさかどを助けてあげたのは私。さっきまでまさかど息してなくて、それで私。なんだよ。お願いだから、しばらくこのままでいて。周りの人たちに見られてたから恥ずかしくて、もう少しこのままでいたいの。まさかお前。し、お願いだから静かにして、まさかど。ごめんな、リア。何が？だって俺、本当はお前を守らなきゃいけない立場だってのに。なのに逆に助けられた上に、それに、ほら、呼吸が戻ったってことは、つまり、その、謝るよりも先に礼を言わなくちゃいけなかったな。ありがとう、ギア。なんて礼を言えばいいのかわからないけど、とにかく、ありがとな。どうかしたのか？まさかどは、初めてだった。まあ、
溺れたのは生まれて初めてだ。そうじゃなくて、察してもらえると嬉しい。ああ、まあ初めてだな。まあでも人命救助なんだし。ごめんなさい、まさかどう。どうして。もう大丈夫ね。それじゃあ私先に上がってるから。て、じゃなくてリア。行っちまった。とにかく俺も早く着替えよう。どうしたんだよ、さっきからずっと黙ったままでさ。まさかどに申し訳なくて。それを思うのは俺の方だろ。リアは俺の命を救ってくれたんだからな。そうじゃないの。じゃあなんだってんだよ。さすがにこっちも気分悪いぞ。だってまさかど初めてだったんでしょ。またその話を。なのに私が取っちゃったから本当にごめんなさい。本当は監視員のヒューマンがまさかどのことを助けようとしていたの。でもまさかどが溺れてるの見たらなんだか無我夢中になっちゃって、それで私まさかどに。適切な処置だったから俺はこうして助かった。謝る要素はどこだよ。まさかどの初めて私になったから。人命救助はノーカウントだ。カウントに入らなくても心には残る。だからごめんなさい。それの何がいけないんだよ。私もう少しでいなくなるから。私は塔になるの。塔になったらもう私はこの世界からいなくなってしまうの。それに私はまさかどとは違うの。オリジンだから。普通のレイバテイルでもなければ人間でもないの。人間じゃない私にそんなことされて気持ち悪いと思われても仕方ないし。ふざけんな。誰がそんなこと言った。誰がリアのことを気持ち悪いなんて言った。俺はそんなこと一言も言ってないし一度も思ったことすらねえんだ。それなのにさっきから好き勝手ぐちぐちとネクラみたいなこと言いやがって。いい加減にしろよ。だったらどうしてなの。どうしてマサカドは私を遊びに連れてきてくれたの。私が塔になる前に少しでも楽しい経験をって言ってくれたわよね。それが気に食わなかったのかよ。仕事として私を楽しませようとしてくれてたのは分かってるわ。マサカドの仕事は私を反 AHPP から守って塔になるための障害となるような記憶を私の心に作らないのが役目でしょ。だから私を遊びに連れてきてくれた。そういう障害が起きた時でも今日の思い出でそれをカバーできるよね。違う、全然違う。見当違いもほどほどにしろ。じゃあどうして。マサカドが私と一緒にいるのは仕事だからでしょ。私を完璧な状態で送り出して平和な世界を手にするためにやってるんでしょ。仕事も何も関係あるか。ティリアの夢を叶えてやりたいと思ってるだけだ。確かにそうだよ。俺はボディーガードさ。役目もお前の言った通りのものさ。けど俺はお前の夢を叶えたいからずっと一緒にいるんだ。お前が自分の夢を叶えるためにどれだけ頑張ってるかをずっと見てきた。だからお前の夢を実現させる手伝いをするためにも俺は全力を尽くしたい。だったらどうしてマサカドは私のことをいつも仕事の相手としか見てくれないの。敵が多いんだ。
リアが叶えようとしている夢は、とにかくでっかいことなんだ。生半可な気持ちでお前といたら、お前を守ることはできないんだ。だから俺は決めたんだ。お前の夢が叶うその瞬間まで、自分がボディーガードであるということを忘れないようにしようってな。たとえどんな時であっても、それだけは絶対に忘れないように気を引き締めようと。だから、俺はお前が人間じゃないとか、気持ち悪いだのとか思って、仕事仕事と言ってるわけじゃないんだ。それ、本当？本当に、そんな風に思ってくれてるの？本当だ。俺だって、できれば仕事だからとか、思いたくなんかないんだ。でも俺は、リアの夢を叶えたいんだ。一生懸命なお前の助けになりたい。少しでもいいから、俺も力になりたい。そのためには、お前をどれだけ大切に思ってたとしても、それにうつつを抜かすわけにはいかないんだ。俺のことをどう思おうと勝手だ。